皆さんおはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ本日も始まりましたダンデラインオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ドラゴンクエスト3実況プレイパート23やっていきます。よろしくお願いします。さてと、あの後少し歩いて見つけました。いえ、メルキド、早速ゴー。行く手を阻むモンスターたちぶち殺す王者の剣でひれ伏せさせよういやー多分ね王者の剣だと削りきれないね。あの動物の効果確かに結構強い。そう、痛い。うい頑張れ俺。ちなみにさ、スカルゴンはさ、あれ何の骨なの？何の骨だろうね。なんか実際にドラクエでいるモンスターが死んだああなったみたいなんじゃないの？どうなんだろうね。グレートドラゴンで角2本あったっけ？そう言われるとなんかピンとこね。あった気もするし。なかった気もするし、どっちだっけっていう感じ。腐った死体はどうやってできたのかね。人間からだったのかね。でしょうね。生々しい話をするし。死ねば魔物になるのか、嫌な世界だな。危ねえ。いやー、今ペルイヤホンつけてなくてよかったー。え？今ペルイヤホンつけてなくてよかったー。なんかなかった？イヤホンつければわかるよ。つけ始めるから。やばいよ、やつ刺激されちゃったよ。闘技場行こうぜ。言うと思った。最後の方一回にから行こうぜ。うわ、ちょっと待って。ざまみろ。闘技場を断るからな。でもさ、あれさ、あそこにいる王様もどこも行けないよ。行けられないよね。ね。何？太陽の石、雨雲の杖、聖なる守り、この3つを携え聖なる祠へ向かうがよい。持ってない。何が足りないの？聖なる守りかな。なるほど。さてアイテムはどこだ？あたっはその腹させてないでさシャキッとしなさい、シャキッと。シャキーンそんなしかめっちゃしないでよ。僕はもう何も望まないよ諦めたよそんなことないさなんだよ急に鼻鳴らして。うるせえよ。また産むぞ。何をいいよやんなくてこれ動画待ってるからね。これカメラ待ってますからね。これ主に音声だけどさ。いや僕ね、自信あるモノマネがあるんですよ。いいよ別に。出してくださいよ。いいよ別に。じゃあイモ無理やり突っ込む後で。なんだと隙見計らって突っ込んでやるで、アイテム1個どこだ？お、3日ね。外側っぽいよね。外側か。そこら辺じゃない？違うねお3日らん。あ、あった。なんだよ。スゴロクの剣いらなくない？一気にテンション下がったわ。35枚いらな35回もやんねんし、そもそもあとあれじゃあここの町の探索終わっちゃったかな。店の人も、ね、みんな寝てるしさ。なんで書いてある？はい、いらっしゃい、グーグーむにゃむにゃ。にゃにゃにゃ。にゃ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 。で神秘の守りだな。オッケー、来た。1回だけね。いやー、2回。2回だ、2回。掛け金、ここ高かったっけ？高いね。どんどん高くなってくるね。2分の1なの？ミミックだね。ミミックだね。ここの闘技場やばいんじゃない？これ何？ザラキとかやってお互い聞くのかね？おーない。どっちがどっち？うわ強い。え？一筆箱の方が強いの？ミミックの方がでも連続できるじゃん。あ、来ました。なんかヒヤヒヤする戦いだったね。ね。一回セーブしよっか、なんか。はいはい。お、わかんない時もね、これどうする？ここはお決まりウサギシリーズ行ってみる？ウサギシリーズアルビラージもとい、一角ウサギもとい、なんかウサギにかけんのやたら好きだからね。で結局惨敗するってね。ここでバブルスタイルに勝っても面白くないじゃん。さあいいよ、おいよいよ。レベルの低い戦いが始まっております。おわやべおあおお 4.7 倍 ?4.7 倍だった確か。おお勝ち逃げしよう。そうだね。お約束。今までので一番取り返せたんじゃね全部。うん、さてと次の場所に行かなければならないんだけど、どうしよう。何か買っといた方がいいかな。ああうんそうだな。ちょっとね、アイテム補強します。ここカットだな。はい、というわけでアイテムをちょっと補強してきました。特に武器とかを強化したわけじゃないんですけど、ペル、チャン、ネルに賢者の杖を1本ずつ持たせました。これは道具として使うと、呪文のベホイミと同じ効果があります。うん、素晴らしい。MP 使わなくていいし、魔法を封じられても使うことができるので、なんと安心です。しかもそれが今なら1本なんと15000ゴールド。15000ゴールド、15000ゴールド、送料込みで。俺はさ、何が面白いかってよ、腹を揺らしてるお前を見てるのがすごく面白いよ。やめろよ。腹を揺らすなんて僕やんないよ。いらねえ、立ち込むんじゃねえ。え、何が使いにくくなるだろう、道具が。あ、待って、なべさん。これだろ？そうそうね。待てよ。ペル初呪文。あ、初攻撃呪文。出た、ベギラゴン。つって、これで全員死んで俺たち。バイクロス。ほら。お、やった、一体。死ねえのか。残んねんじゃね。強っ。マヒャド強っ。ほらのこんなかったよ。まあヒャド。え？まあヒャド。ひどくない？事実だろ？果実だよ。は？あ、そっか。え？盗賊の鼻も効かないの。匂い嗅くだけだろ。魔法だったの？魔法扱いだった、なんと。確かに魔法っちゃ魔法だけどさ、ある意味。さてと、また深そうなダンジョンだ。なんかワンの時と結構チケ違う。お、何ちょっと待って、何？サタンパピー。パピー？サタンパピー？パピーって子犬ってことでしょ？サタンの子犬ってことでしょ？何？もしかして、もしかしてパパの方？違うでしょ。バカだあいつ、バカだあいつ、バカだあいつ。ここ自分使えねっつってんのに、メラズボマ。自分で使った。待てよ、ストーリーがおかしい。間違ってね、そうしちゃった。サタンパピーなんだ。あ、ほら、ベビーサタンとかのお父さんじゃない？だから、パピー、パピーって言わねえだろ。ダディって言うだろ、普通。あ、そっか。なんでマミー、パピーみたいな。でもなんか、ドラゴンパピーってやつもいるからな。あ、でもそれはむしろ子供なのか。え、あれで子供なの？あ、子供って意味？サタンの子供ってこと？気持ち悪い。ベビーサタンが赤ちゃんで？ああ、で、その仕掛けがあれか。ああ。子供の。最終形態がアークデーモンみたいな。アークデーモン？サタンっていないの？サタンはいない。じゃあそうじゃない。なるほどね。納得いかん。サタンからアークデーモンになるって考える段階だな。確かにフォーク持ってるけど、それ両方。はい。あれ、もともとそういう関係じゃなかったっけ？あ、そうなの？違ったっけか。あんな、なんか、ベロ出した。えひどい。待って、なんかさ、この二人ちょっと、トロールキング。懐かしくない？ボスじゃね？ボストロールとヤマトノオロチでしょ、これ。いいぜ、相手になってやんよ。つってあれだろ、言ったして、あ、なんかここ呪文使えねえんだ。ナベさんのでも王者の剣は呪文扱いじゃないんじゃないかな。多分大丈夫。バカ野郎。この時なんだかんだでバカだな。まあ、トロールだからほら。あ頭は悪いでしょ。あしかもキーってついちゃうのね。バカのうちのバカみたいな。バカキング。トロールって別にバカって意味じゃないだろうけど。いやー。あ、待って、ミミックがいるぞ。気にしない。もう気にしない。持ってるものが物騒だね。ね。ナイフとムチってさ、なんかちょっとでもなんか違くね。あれでしょ？ムチで相手の首をこうグッと掴んでナイフでグサグサってこと？えげつねえなおい。ひでえな。ほら。来たこれ。やっぱミミックだった。来たこれ。まあもう相手になんないけどな。頼むよ。頼むよ。さすが。本当だ、相手にならねえ。ペルの出番がなかったな。あれ、はやぶさ2回しちゃえなかった。チャンもそれしてるもんね。ああ、いやー。あー、来た、これ。勇者の盾？勇者の盾。俺の盾。おお。これどうしよう。あ、もう意味ないんだ。オッケー。あれじゃ、ここオッケーだな。呪文使えねえんだっつの。え？何がしたかったのここ。なんかなくなってんじゃない？いや、大丈夫。首かしげちゃったよ。さて次はどこへ行く？なんかね。今いかにもやっちまった系のボス戦があるような雰囲気が動きでは出てきた。これはもう弱っ。相手にならんな。いやいやいや。おっ、アークマーチ。けどもうちょっと頑張ろう。攻撃もうちょっと頑張ろう。だってレベルが違うんだもん。元の1番はいってなかった。次14も上がったよ。納金だって痛いのか。ああ、そうさ。何も言ってねえよ。いや、君の身振り手振りが。はは、これもしかして俺勇者の歩き方の真似したつもりなんだ。ほら、ああ、そういうことね。ゴリラの真似方もさ、うるせえな。あまりに似てるから。ゴリラ系男子ですか。優しいじゃないですか。俺も物語に思い出した。ああ。ちょっとね、こち亀の量使うとしたね、最後の高森を足して2度割ったような。でもあれ人気高いですからね。俺大好きだよ。めっちゃ大好きだよ。ああいう彼女いいよね。ええ、あれ、ああいう彼女大変友達いいよね。あ、そう。あ、そう。うん、そう。ペルはああいうゴリラみたいな女を募集してるようです。ちげえよ。ちげえよ。俺がゴリラポジションになって言ってるんだよ。は？俺があのゴリラポジションになって言ってんだよ。あのイケメンの親友と、うん、可愛い彼女いいよねって。なんでゴリラみたいな彼女いいよねって話になってておかしいだろ。ごめん、都合のいいところしか聞いてなかった。くそー。いやー、もうターザンの世界にでも行ってくればいいのにと思ってしまった。ゴリラみたいな彼女。ああ。DK ジャングルとかさ。DK ジャングル。ドンキーコムじゃねえよ。ドンキーコムに出てくる敵のまで。あのさ、変なさ、マヒみたいなやつ。うん。ああってやつね。多分後で画像載ってるから。やべえ、編集まで読まれた。俺の編集読まれた。だてに俺の動画ちょこちょこチェックさせてる。わけじゃねえな。で、2個。は？モヒカン？何の意味があってモヒカンの毛なんか。なんて言うんだろう。銀の盾ごとなら息子のガライが持っていったと思うが。ガライって誰？息子のガライには困っていますのよ。歌を歌いながら旅をすると家を出たまま、もうプーじゃねえかよ。プーってか、なんつうの、もうなんかポジティブ。なんつうの、フットワークの軽いプー。旅芸人、旅芸人、銀融主人でないカラファンだ。なんだと、これが例の何、さっきガライが持ってたっていうかな。えてか、家の外にあんな倉庫みたいなの建てれば誰からでも盗まれるわ。え、でもなんか1個用意するんだ。え、宝箱はいらねえのかよー。てか、銀の盾ごとあんじゃねえかよ。持ってったんじゃなかったのさっき。思うがおのにね。ちょっと話しかけた方がいいじゃない。あったよみたいな。ちょっとあるよ。あるし。使ってみれば。使ってみる？使ってみる？使ってみようぜ。いいよ。はい。かき鳴らして。うわ、いらな。これいらな。モンスターを呼び出します。呼び寄せスプレー。いや、呼び寄せのプレイかな。ちなみにどうでもいいこと言っていい？はい。なんで銀の縦ごとの銀漢字だったのにさ、装備の時さ、ひらがなだの。大人の事情です。なんか納得いかねえわ。大人の事情です。おっ、だってまずさ、この装備欄さ、漢字1個もないじゃん。確かに。ねえ、俺素早さ上がってなくね、さっきから思ったんだけど。21？ やべえな。まあまあじゃない。さすがにほら、王族の時はね、そりゃあね、上がりやすい職業ですもん、そもそも。さて、お次。あと何？お守り？そう、あとはお守りを取りに行くんだけど、ここがですね、次向かうのが、この、地図ちっちゃいな。地図がちっちゃいな。今いるところ、羽ペンの先っちょのところに今我々いるんですけど、その少し、西にいたところに紫色の点があると思うんですが、そこに前ちょっと一緒にいた時に塔があったんですよ。うん、その塔を次目的地としていきたいと思います。まあそれはまた次回やっていきますのでよろしくお願いします。今回ここまでで終わりました。はい、ではではドラゴンクエスト3実況プレイパート23、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見ていけれなバイキルト、あれバイチュじゃないんだ